さて、今日の安売りの目玉はツナ缶ですね。しかし、4缶パックで50円とは、この商店街のスーパーは庶民の味方ですわ。ツナ缶といえば、缶を開けてそのまま醤油をかけて食べてよし、茹でた山盛りもやしの上に乗せてよし、まさにマグロ漁船の漁師さんたちの血と汗と涙の結晶なのです。すみません、前を失礼します。ちょっとお待ち遊ばせ。何でしょう。それは最後の一パック、私が買おうとしていた最後の一パックですわ。え、返しなさい、今すぐ真の所有者に返しなさい。はあ、ってあなたはヨミさん。あなたはお嬢様。この店の商品ごっそりいただいていくぜ。あれは地元の盗賊団ですね。あの、どうでしょう、そのツナ缶は。あのお方たちをたくさん倒した方が買うというのは。いいでしょう、異論はありません。では参りましょうか。食べ物がかかった時の私は一味も二味も違いますわよ。お嬢様、やりますわね。そちらこそ。ではこのツナ缶は半々にする。それでいかがでしょう。いいのですか。私はクラスのみんなにツナのパスタを作ってあげようと思ってましたので、パスタでしたら2缶もあれば十分です。はい、2缶。ありがとうございます。では私はここで失礼します。おや、何でしょうこの感じ。私、あのお嬢様のこと、もっと昔から知っているような気が。そう、かなり昔にどこかで見たんです。でも、どこだったかしら。